一人で起きてきたね。偉いぞ。おはよう、クロホ。私には大好きなお母さんとお父さん、弟がいます。私は家族が大好きです。まだ眠いよ。ほら、クロホ、シャキッとして。今日も一日頑張っておいで。はい、お母さん行ってきます。でも、お母さん。クロホ、お父さん頑張るからだ。頑張るから。お母さんどこ？眠ったんだよ。お母さんは突然の事故で亡くなりました。それからの日々は、お父さん雑巾用意してくれた？あ、ごめん、先生に謝っといて。許してくれるかな。ところで、ゲンの幼稚園は誰が連れて行くの？あー、しまった。あー、会社に遅れるって電話しなきゃ。あれからお父さんは一生懸命お母さんがしていた家事をやってくれているけど、今までお母さんに頼りきりだったからとっても大変そう。お姉ちゃん、お父さんは？まだお仕事してるんだよ。お姉ちゃんとお風呂入ろうね。お風呂か。クロハ、お母さんとお風呂入ろっか。もう私2年生だもん、一人で入る。あらら、ごめんなさい。あの時、カッコつけてないでお母さんとお風呂入ればよかったな。お母さん、会いたいよ。お母さん、眠い。お父さん、もうゲンを幼稚園に連れて行ったんだ。ほら、クロハ、シャキッとして。今日も一日頑張っておいで。お母さん、行ってきます。みんな、運動会で使うハチマキは持ってきた？はーい。見て、お母さんがお花の刺繍してくれたの。俺は餅の絵がついてるよ。いいの？私のはね。クロハ、お母さん、ハチマキに何もしてくれなかったの？何もないの、寂しくない？何もないハチマキの何がダメなの？ソラ先生、先生はハチマキを持ってきてとは言ったけど、可愛くしなさいとは言ってないでしょ。ちゃんとハチマキを持ってきただけで十分です。ごめんなさい。大丈夫、クロハちゃん。うん、お母さんがもういないことはみんなは知らないからしょうがないよ。私も言いたくないし。でも、これからずっとこんなことがあるのかな。もしまた何か言われたら先生に言ってね。ありがとう、ソラ先生。その夜、クロハ、ただいま。お弁当食べたか？お父さん、なんでハチマキに何もしてくれなかったの？え、あれじゃダメだったか？お母さんはいつも可愛い刺繍とかプリントとかしてくれた。なんでわからなかったの？ごめん、気づかなくて。あ、そうだ、もうすぐ小学校の運動会だよな。そうだよ、それが何？今度の運動会、お父さん張り切ってお弁当作るよ。クロハの大好きなものたくさん入れる。本当？ああ、ゲンと応援に行くから、みんなでお昼ご飯食べような。うん。運動会当日、お父さんとゲンどこかな。ゲン、頑張ってね。母ちゃん、ありがとう。クロハのお父さんとお母さんは？後で弟と来るよ。いつ来るんだろう、もうすぐお昼になっちゃうよ。結局、お昼になってもお父さんは来なかった。私たちと食べましょうね。ありがとうございます。お母さんは来てないのか？やめなさい、鉄！さあ、食べましょう。いただきます。うわさ、クロハちゃんのお弁当すごいね。お父さんが作ってくれたのかな？はい。うわ、お母さんがよく入れてたタコさんウインナーだ。私の好きなコロッケもチーズカツも入ってる。見て見て、カツにケチャップでカツだって。カツって意味ね。でもさ、それって冷食だろ。チンするだけのやつなんて誰でも作れるじゃん。うちの母ちゃんはそんなの絶対入れないんだ。クロハもお母さんに作ってもらえばよかったのに。このおバカ、なんてこと言うの。うわー、なんで母ちゃんが怒るんだよ。あ、クロハちゃん、デーツ、あんた謝ってきなさい。クロハちゃんはね。ごめんなさい、クロハ。もういいよ。あのさ、母ちゃんに聞いたよ、クロハのお母さんって。言わないで。俺もあんなこと言わないから。クラスのやつが何か言ったらぶっ飛ばすから。ありがとう。午後の競技もほとんど終わった頃。クロハ、ごめんな。会社から急に呼び出されて遅くなっちゃった。お弁当食べたか？もう私の出番終わっちゃったよ。ごめんな、父さんの仕事今忙しくて。だったら最初から来るって言わなきゃいいでしょ。お弁当は食べたか？どうして冷食なんか入れたの？お母さんは冷食なんか入れなかった。
父さん料理を覚えたばっかりで。クロハ、整列するぞ。もう閉会式だから帰れば。あ、クロハ、お父さんと喧嘩したの？もしかして俺のせい？なんでもないよ。本当は冷食が嫌だったんじゃない？お母さんみたいにしてくれなかったことが許せなかったの。それから…クロハ、明日学校で何かいるんだろう？お金だけちょうだい。私買ってくる。もうお父さんに何も頼まない。期待してがっかりするのもう嫌だから。クロハ…お母さんがいればこんな思いしなかったのに。お母さんなんでいなくなっちゃったの？なんで私たち家族だけこんな目に遭うの？次の週…なあクロハ、今度の日曜はゲンの幼稚園の運動会なんだ。そうなんだ。で、みんなで一緒にゲンを応援しに行こう。みんなって私とお父さんしかいないじゃん。それにどうせまた会社に行くんじゃないの？そんなこと絶対しないよ。お弁当作りも勉強して冷食は使わないから。もういいよ。どうでも。クロハ、約束だからな。日曜日。こんな時お母さんがいたらきっと。二人ともいつまで暗い顔してるのよ。済んだことはもうどうしようもないでしょ。それよりほら、笑顔笑顔。ほら、クロハは笑ったら世界一可愛いんだから。ヒサメにはかなわないよ。あなたも笑った方がイケメンよ。見て、ゲンも笑ってる。でも今は…お父さん何してるんだろう。ヒサメがいなくなって寂しいよ。子供たちも悲しそうで。俺が守らないといけないけど、もう心が折れそうだ。ヒサメに会いたいよ。お父さん…そうだよね。お父さんが悲しくないわけないよね。でも私だってお母さんに会いたいよ。そしてゲンの運動会。ほらほら、ゲンがあそこにいるぞ。見ればわかるよ。静かにして。あ、そうだよな、ごめん。次は3歳児のかけっこです。頑張れゲン。お母さん、私お母さんみたいにできないよ。帰ってきてよ。私たちお母さんがいないと。どうしよう。こういう時って保護者が言っていいのかな。ゲン、私の幼稚園の時と一緒。痛いよ。クロハちゃん頑張れ。走って、泣かないで。クロハ、お母さん。何泣いてるの。大丈夫、ほら走ろう。クロハ、あの時お母さんがしてくれたみたいに私も。クロハ、ゲン、ほら立てるよね。お姉ちゃん、お姉ちゃんと一緒にゴールまで走ろう。おー、ゴール。クロハ、ゲン頑張ったぞ。二人で走ってもゴールになりますか？もちろんよ。頑張ったね。よかった。クロハ、かっこよかったぞ。ほんと？お母さんみたいだった？え、あー、そうだな。ヒサメにそっくりだ。よかった。私、ゲンとお父さんのお母さんになる。そしたらお父さんももう寂しくないよね。クロハ、いじけてひどいこと言ってごめんなさい。たくさんいろいろしてくれてありがとう。お父さんの方こそありがとう。ありがとう、クロハ。1年後、お父さん、ハンカチまた忘れてる。せっかくアイロンかけたのに。あー、ごめんごめん。ゲンもいつまで食べてるの？もう出発だよ。はい。ご飯食べたら眠くなっちゃった。父さんも寝不足だ。ほら、シャキッとしなさい。お仕事頑張って。ああ、頑張るよ、小さなお母さん。お姉ちゃん、お母さんみたい。お母さんみたいな大人になれるように見守っててね。